この後行われますのは男子 5000m 競走です。日本記録は2015年大迫傑くん、ナイキオレゴンプロジェクトがマークした13分08秒40。大会記録は1998年マイナ・ムンユイくん、トヨタ自動車がマークした13分14秒18です。さあ、この 5000m 競走ですが、東京オリンピックの参加標準記録は13分13秒50で、日本歴代では5位相当に相当します。ここ数年の日本リストで一時記録が13分20を切ることができないことを考えると、ハードルが高い状況でしたが、このレース13分20秒台の選手が4名出場します。この1年でレベルをもう一段上げることができれば、参加標準記録突破の可能性も見えてきます。注目の選手は松田博之君と坂東雄太君の富士通コンビ、そして13分22秒をマークしているトヨタ自動車田中秀幸君、学生陣では11月1日の全日本大学駅伝で17人抜きを演じた川瀬翔也君、國學館大学、そして世代別というところでは7月にアンダー20日本記録を樹立しました吉井大和君、そして高校生の石田光介君にも注目です。さあ、今日のレースハイペースで競り合う中で、複数の選手が13分20を切っていくようなレース展開を期待しましょう。まもなくスタートです。男子 5000m 競走、スタートしました男子 5000m 競走決勝、出場選手を紹介します。上野雄一郎君、セントポールクラブ、羽生拓也君、トヨタ紡織、松村慎之介君、コモディ飯田、坂東雄太君、富士通、竹内大地君、東エネック、古賀清志君、安川電機、近藤修一君、 GMO インターネット、藤本玉城君、日本体育大学、高田光輝君、住友電工、市川貴則君、日立物流。まもなく 400m の通過、1分ちょうど。62 seconds. 市川貴則君、日立物流。
橋爪高安くん SGH グループ、小指拓也くん早稲田大学、服部弾馬くん東エネック、中西力くん東エネック、梶原有隆くん平松病院、松枝博樹くん富士通、川瀬翔也くん国学院大学、吉井大和くん中央大学、小山直樹くんホンダ、桃沢大輔くん三工業、森田圭介くん小森コーポレーション、田中秀樹くんトヨタ自動車、この1周は2分07秒。67セカンド。選手の紹介続けます。桃沢大輔くん三工業、森田圭介くん小森コーポレーション、田中秀樹くんトヨタ自動車、中西元気くん愛三工業、まもなく 1000m の通過。2分41秒。朝岡光則くん日立物流、アモス・グルガド君中電工、ジャスティス・ソゲット君ホンダ、ベナーノ・キベリ君富士通、65セカンド。63セカンド。先頭まもなく 2000m の通過です。5分18秒。63セカンド。
64セカンド。現在日本人トップ選手は松枝博輝君、富士通。63セカンド。途中まもなく3000メートルの通過。7分59秒。先ほど終了としました男子3000メートル障害、結果が確定いたしました。1着山口光生君、愛三工業、8分24秒19。2着クス安成君、アミ AC、 8分28秒01。3着青木龍馬君、ホンダ、8分30秒81。4着重野誠也君、プレス工業、8分31秒88。5着塩尻和也君、富士通、8分34秒55。6着篠戸淳君、山陽特殊成功、8分46秒18。7着坂口良平君、 SGH グループ、8分48秒30。8着末滝弘則君、富士通、8分51秒13。以上でした。以下はご覧の通りです。65セカンド。現在先頭変わりまして、坂東雄太君、富士通。
13分10秒。坂東雄太君、富士通1着でフィニッシュです。1着坂東雄太君、富士通13分18秒49。2番目にゴールしたのはオープン参加のジャスティスソゲット君、13分20秒55。